なに？モンストと県民マンがコラボだと？県民チャンネル。はい、どうも県民です。今回はモンストと仮面ライダーコラボが来るよということで、早速ね、いろいろ紹介していこうかなと思います。私がモンストニュースに触れるということは、そうです、はい、ノバクエに使えるキャラはいるのかということでね、早速見ていきましょう。まずは電王から。今回ね、コラボキャラは砲撃型が多かったんですけど、このキャラはスピード型なんですが、スクランブルレーザー L 公式のを使ってみたも見て、非属性っていうのが確認できました。なので友情ブーストを乗るスクランブルレーザー L、 これはねかなり強いんじゃないかなと私は思ってて、まあ、使うんであれば木の間さん手かな。うん、4番手に打ち出の口実をいつも入れてると思うんですが、持ってる方もマナーとかね、エクスカイバーとか入れてたり、この前使ったハーメルとかね、多分入れられる方が多いんじゃないかなと思うんですけど、この4番手にフレンド枠で湧いてたら使ってみると意外といけちゃうかもしれません。ただちょっと気になるのがスクランブルレーザー L っていうのがちょっとね、打ち漏らしがたまーに発生するかもしれないので、こればっかりはちょっと使ってみないと何とも言えませんので、今後ねノバクエで使えるかどうかというのもね、お伝えできたらなと思っております。続いて見ていきましょう。仮面ライダー1号2号ということで、まあ基本使えないかなという形ですね。続いてクーガなんですが、なかなかね砲撃型で今回もメダムフィック来てるんじゃないかなと思うんですが、まあサブ友情爆発持ってて使い勝手いいんじゃないかなと思うんですが、ハーメルンを木の間さんって使った方は結構お分かりかなと思うんですが、どうしてもねニュートンと重なって爆発でね、先にニュートンの友情が発動しちゃうよということがあるので、同時期にここは使えないんじゃないかなと。まあ今後使うノマ編成で使える可能性はゼロではないかなと。攻撃型だし、最後ね爆発でこう誘発させて、こうボスにこう引っ張ってボスだけ倒すみたいな、最後の残りをこう倒していくような編成を組むときに使うかなぐらい。魔法ミングとか魔法伝とか、そっちの方が使うからっていう、ワンパンキャラとかではないので、タコ処理とかはまあプラズマはちょっと使いづらいんじゃないかなという感じですね。ビルドです。ビルドなんですが、公式使ってみた出てたんですが、友情が思ったより強くて、使うとしたら日の間さん手の4番手かなと、源氏里の4番手に置く感じかな。上杉の3手の4番手とかでもいいかなって感じもしますが、基本的に雑魚の HP は少なめなので、風神雷神の代わりに使えそうな感じはします。友情力はこちら風神雷神と比較してもですね、まあ、1万ほどしか変わらないので、うまくいけると、遊撃とか漏ればこれ超えてくるのでいけると思います。最後になりましたが、やっと受信化しましたね。桜ですね。桜に関しては、砲撃型で実装ということで、調教オールレンジパレット、そして鋼鉄斬撃持ってますので、これは光の魔の4番手として、使い勝手がいいんじゃないかなと思います。ちょっと友情のエフェクトとかね、ちょっと気になるところあるかもしれませんが、モンスター図鑑とかで見ると、まあ、マナさんしか持ってなかったんですよ。私は、おののけさんと一緒かなと思ったけど、違くて。なので、まあ、普通にね、マナさんのこれに 1.4 乗るという感じになると思うので、解放状態の、こちらですね、7267。これに 1.4 乗るような形になると思う。普通に火力出して倒せるんじゃないかなと思います。県民チャンネル。
ケンビンマンライブだ。2021年3月14日12時から。そうだ、嘘だ、そんなことは。